皆さんの周りには達人と言われている方がおられるでしょうかもしおられるならばおそらくその方はその卓越した技術を習得するために人生の時間の大半を用いてきたのではないかと思いますところで私は17歳で洗礼を受けてクリスチャンになりました 今日まで信仰生活は30年になります。クリスチャン生活も長ければ長いほど信仰の達人となると言えれば良いのですが実はそうとは言い切れないという事実もあります。今回は本音でそのあたりのお話をさせていただきこのような達人クリスチャンの問題を解決する 聖書の約束について皆さんと考えてみたいと思います。新約聖書のキリストの時代、すなわち今から約2000年前、ユダヤ人の中にはラビ、立法学者と呼ばれる指導者の人たちがいました。彼らは 自分たちは神の立法について精通し、イスラエルの民を神の教えに導くために特別に選ばれたものだと主張していました。しかし、実は彼らほど聖書をわかりづらくして、イスラエルの民を神の教えから遠ざけていた人たちはいませんでした。実際彼らは、 本来の聖書の教えでない自分本位な願望による聖書理解を民に教えていました。例えば当時ローマ帝国から植民地化されていたイスラエル国家をローマ帝国から独立させさらに世界帝国にまで発展させるカリスマ的な王が旧約聖書の予言で 約束されていいる救い主メシアであるという間違った教えを広めていましたその結果当然民衆の中ではメシアといえばカリスマ的なイメージが先行しメシアは王宮に生まれるはずだとか立派な身なりをしているはずだというイメージが 定着してししてままいましたつまりラビア立法学者は当時のイスラエルとローマ帝国のさまざまな問題解決における願望をいつの間にか聖書の教えに混ぜて伝えていたのです。その結果救い主に関してカリスマ性を求めるイメージを先行させ間違った希望を 多くののイスラエルの民に抱かせていたのでしたそれゆえ馬小屋で生まれたキリストはスタート時点で全くこのイメージの先行にそぐわずさらに粗末な旅人の服を着て伝道しているキリストには全くカリスマ的な要素がないのでなおさらユダヤ人指導者たちにとっては受け入れることが難しくなるのでした。 またキリストは当時ラビア立法学者の教えとは全く違う聖書の教えすなわち本来の純粋な聖書の教えを説いて多くのイスラエルの民の心を捉え始めていたのでユダヤ人指導者たちからするとキリストは自分たちの立場を危うくし今まで自分たちを支持していた イスラエルの民の中に不必要な混乱を招くだけの目障りな存在でしかありませんでした。そこで彼らはこのキリストを十字架につけて殺すことでこれらの影響力を取り去りまた再び自分たちの立場と影響力を取り戻そうとしたのです。しかし このようなイスラエルの指導者たちの状態は長年信仰生活を続けている達人クリスチャンにとっても同じ問題に陥る危険性があります。なぜなら気がつかないうちに自分本位な願望による聖書理解によって確立されたイメージを先行させるというラビア立法学者と 同じ過ちを犯す危険性があるからです。聖書はそのようなクリスチャンに対して警告を発しています。あなたは自分は飛んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、 裸なものであることに気がついていない。達人クリスチャンが自分は飛んでいる、豊かになった、何の不自由もないと思い込む根拠はどこにあるのでしょうか。それは長年聖書の教理的な知識を勉強しているうちにその理想に到達する憧れや 願望が常に自分のあるべき姿としてイメージを作り出し、そのイメージが先行してしまううちに、さも今の自分の状態がそのイメージ通りであるかのような錯覚をしてしまうのです。その結果、自分は長年聖書を勉強しているし、 安息日や聖女の真理を知っているのでおそらく救われるだろう。また、教会の中でも良い人間として見られているのでクリスチャンとしてふさわしいものであるというイメージの先行によって自分の品性をどんどん過大評価してしまう危険性があるのです。もちろんそのような方向に向かわない。 ヘリクだった達人クリスチャンもいるでしょうが、しかし案外このような危険性は誰にでもあり得ることなのです。私が子供の頃、カンフーの達人の映画をよく見ていました。そのような映画を見た後には何か自分が強くなってカンフーができるような変な錯覚に陥ることがよくありました。これは カンフーのの達人のように強くなりたいという願望や憧れを持っている状態のままで映画の中の「カンフーの達人」に自分の姿を重ね合わせ映画のシーンで見たアクションさながらの動きを真似してみて自己満足をしていた経験と似ています。これもイメージが本来の自分ではない 自分を作り出したことになります。いわば、カンフーの達人のふりをすることで、偽物のカンフーの達人がそこに出来上がってしまった状態になります。しかし、これと同様のことを聖書の理解においてやってしまったらどうなるでしょうか。キリストの清い品性という目標を目指して、日々頑張り、 そしてその理想に到達したいという願望のあまり本当の自分ではない自分を作り出して知らず知らずのうちに演じているならばそしてこれが本当の自分の姿だと勘違いしてしまったらどうなるでしょうか自分は富んでいる豊かになった何の不自由もないという状態に陥ります。 残念ながらこれはただ理想的なクリスチャンのふりをしていることになります品性は変わっていないのですこのような達人クリスチャンに対して聖書はあなたは惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていないと投げかけているのです 私たちはこの達人クリスチャンのの状態を聖書の中にも見ることができます先にイスラエルの民がラビや立法学者たちのイメージによって違った聖書の理解へと導かれてしまったという話をしましたがそれを修正するのがイエス・キリストの教えでした。実際 イダヤ人指導者たちの間違った教えが顕著に表れている場面がありますパリ・サイ・人は立って一人でこう祈った神を私は他の人たちのような貪欲なもの不正なもの勧誘をする者ではなくまたこの酒税人のような人間でもないことを感謝します。 ちなみに主税人とは当時ローマ帝国に納めるための税金をイスラエルの民衆から多めに徴収して自分の懐に入れていた嫌われ者の人たちのことです。ラビア立法学者たちの教えによると神は私のような立派な人間だけをお受け入れになられて神は社会から落ちこぼれた人たちは。 決してお受け入れになられないという教えになります。この間違った教えが多くの人たちを神の救いの門から締め出しました。しかし、キリストの教えはユダヤ人指導者たちの教えとは全く相反するものでした。キリストの教えは聖書の正しい概念を 当時のイスラエルの民衆に改めて投げかけたのでした。そして多くのイスラエルの民は自分たちの心を捉えて離さないそのキリストの見教えに魅力を感じるのでした。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。 心の貧しい人たちとはどのような人たちでしょうかユダヤ人指導者たちが自分たちがこんな人間たちでないことを感謝しますと祈った人たち、すなわち社会から落ちこぼれた人たちです。しかしキリストはこのような人たちは幸いであると言われるのです。 キリストの時代に神の宗教指導者たちは霊的宝に富んでいると自認していた。神を私は他の人たちのようでないことを感謝しますというパリサイ人の祈りはその階級の気持ちまたさらに国全体の気持ちを非常によく表現していた。しかしか イエスを取り巻く群衆の中には自分の霊的な貧しさを認めた人々も何人かあった。魚が奇跡的に取れてキリストの神聖な力が現れた時、ペテロは救い主の足元にひれ伏し、主よ、私から離れてください。私は罪深いものです。と叫んだ。 そのように、山上に集まった群衆の中にも、キリストの純潔を目の前にして自分が惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることを感じた魂があった。そして彼らはすべての人を救う神の恵みを絶望したのである。 これらの魂の中にキリストの挨拶の言葉は希望を呼び起こした彼らは自分たちの生涯が神の祝福を受けていることを知った社会から落ちこぼれた人たちは自分たちのように罪深く品性が不完全なものに対しても神が救いの招きを 投げかけておられたことを知ったのです。そして天国は彼らのためにあるという彼らが今まで常識としていたイダヤ人指導者たちの教えには全く見られなかった恵み深い神の愛を感じ取ることができたのです。彼らは本来 聖書で繰り返し教えられていた本当の聖書の教えを人生で初めて知った瞬間でした。ここで彼らが恵み深い神と出会うことができた理由について考えてみたいと思います。まずその理由の一つに彼らが 自分の霊的な貧しさ、心の貧しさを認めた人々であったことが挙げられます。そしてもう一つの理由は、今の自分の情けない状態をやめたくてもやめられない、そんな絶望的な自分の弱さを知っているゆえ、すべての人を救う神の恵みが自分にも 与えられるるよううに信じて願いい求めたという事実があるのです聖書ではこれらの経験を「悔い改め」と言いますが心の貧しい人たちは自分の情けない状態を正しく把握しそのどうしようもない問題の全ての解決を神に求めることで このような深くへりくだった悔い改めへと進んでいったのです。彼らはキリストから神の救いの恵みについて聞き、そしてそれを信じて、そこに希望を持った人たちなのです。自分では正しい行いはできないと知っているものは、 キリストがお与えになる助けを感謝する者たちである。彼らは心の貧しい者であり、主は彼らを幸福であると言命されたのである。キリストはお許しになるに先立って、その人をまず悔い改めさせられる。そして罪を認めさせるのは精霊の働きである。 罪を認めさせる神の礼によって心を打たれた者たちは自分の中に何も良いものがないことを悟る。彼らは今までしてきたことはすべて自我と罪が混ざっていることを知る。彼らは哀れな主税人のように遠く離れて立ち目を天に向けようともしないで神様 罪人の私をお許しくださいと叫ぶ。その時彼らは祝福されるのである。悔い改める者には許しがある。キリストは世の罪を取り除く神の子羊だからである。この心の貧しい人たちとは対照的にユダヤ人の指導者たちは どうだったでしょうか彼らは神に救われるにふさわしい人間とは自分たちのような良い人間であると理解していました。そして自分たちはそのような良い人間なので不完全な品性を作り変えるキリストの十字架の功績の必要性をさほど感じなかったのです。 自分は完全であり、かなり善良であると考え、自分の状態に満足しているものは、キリストの恵みと義に預かることを求めない。誇りは必要を感じない。だから、キリストとキリストがおいでくださって与えようとしておられる無限の祝福とに対して、心を閉ざしてしまうのである。 そのような人の心にはイエスが入られる余地はない。自分自身も富んでおり尊敬すべきものと考えているものは信仰を持って求めようとしないし、神の祝福を受けないのである。彼らは自分が十分だと感じているから空のままで去るのである。 この状態は非常に危険であることは私自身よく知っています。私もこのような状況に長らく陥っていました。聖書を学ぶ中でだんだんと理想のクリスチャンイメージを頭に思い描くようになります。その理想を日々の生活の中で目標として掲げながら、さらに 神の救いの完全さが、モーセの幕屋なる、聖女の儀式を通して教えてあったことを、頭で理解すればするほど、その素晴らしい神の契約の知恵に、共感することになりました。もちろん、そこまでは良いのですが、いつの間にかそのような学びを進めているうちに、この素晴らしい神の契約について、 知っている自分がなんだか特別に選ばれたものであるかのような錯覚が沸き起こり、さらに高尚な人間になった感覚を覚えることが実際にあり得るのです。しかし、神の契約の知識を持つ者が高尚な人間であるというわけではなく、神の契約の知識を 実践する者が自我との戦いに勝利する経験を積み重ねて高尚な人間へと作り変えられていくのです。そのためにはまず自分が自我に屈するような心の貧しいものであることを悟り日々の生活の自我との戦いの中でキリストを勝利を与えてくださる。 個人的な救い主としてて信仰を持って見上げる必要がありますキリストはそのような心の貧しい者の,の日々の絶望に対して十分な解決の力を表すことがおできになります。これが心の貧しい者が幸いであり天国は彼らのものであると言われた根拠なのです。 心の貧しさを深く感じ、自分のうちに何も良いものがないと感じるすべてのものは、イエスを見上げることによって、義と力を見出すことができる。イエスは、すべて重荷を負うて、苦労しているものは、私のもとに来なさい、と言われる。イエスは、あなたの貧しさを 主の恵みの富と交換するように仰せになる。私たちは神の愛を受けるにふさわしくない。しかし私たちの保証人であるキリストはそれにふさわしく、また彼に来るすべてのものを豊かに救うことがおできになるのである。これが神の契約の本質である。 救いの良き訪れ、福音になります。特に、あなたの貧しさを主の恵みの富と交換することは、聖女の儀式で表されていました。すなわち、罪人が動物の頭に手を置いて、罪を告白することによって、自分の罪を動物に移して、 無垢の動物の品性が罪人に移されるという在細の儀式によってあなたの貧しさを主の恵みの富と交換することが実物教訓として教えられていたのです。そのため聖女の儀式で用いる動物には傷も染みもあってはならなかったのです。 なぜならもし傷やしみがあればその動物は過去に他の動物と争い喧嘩して衝突したという証拠となりそれが品性の不完全な状態を意味する罪の状態となってしまうからです。もしこのような状態の動物なら罪人と何を交換するというのでしょうか そこで祭司は在祭の動物の状態を事前にくまなく調べた上で儀式に用いることが可能かどうかを判断しなければなりませんでしたそういった意味でこの犠牲の動物は完全な品性であるイエス・キリストを表さなくてはなりませんでしたそして 私たちがキリストの十字架の死の功績を信じて、自分が心の貧しい人であることを認め、その罪を告白して悔い改めるならば、その罪は十字架上のキリストに負わされて、逆にキリストの完全な品性が罪人に好感として与えられる。 というのです神はこのようにして「あなたの罪は許された」と罪人の罪の許しを全宇宙の前で宣言されます。聖書の福音とはこれほどありがたい教えだったのです。キリストがユダヤ人の指導者たちの間違った教えを修正したのは この素晴らしい福音の教えをイスラエルの民に理解させて希望を与えるためでしたそして多くのイスラエルの民はこの驚くべき救いの方法を信じて心に希望を持つことができるようになりましたあなたの過去の経験がどうであろうとまた 現在の状況はどんなに落胆させるものであっても弱く力なく気落ちしたままでイエスに来るならば私たちの憐れみ深い救い主は遠くからあなたを迎えその愛の身腕をあなたに伸ばしその偽の衣をあなたに着せられるイエスはご自身の品性の 白い衣を私たちに着せて父なる神に紹介されるイエスは父の見舞いで私たちのために嘆願されるそして私はすでに罪人の代わりになりましたこのわがままな子をご覧にならないで私を見てくださいと言われる皆さんは この救いの招きを信じて応じたいでしょうか私はこの救いの招きに応じる選択をしました。私は理想のイメージを高く掲げているうちにそれだけに満足していた達人クリスチャンでしたが神の憐れみによって少しずつ本当の自分の姿に 気がつくようになりましたいくら聖書を学んで知っていてもいまだに罪深い自分の現状とのギャップに困惑するようになりましたそしてあまりにも自分の品性が神の御前に汚れている事実を目の当たりにして日々悩むようになりましたしかし私は その苦しさの中で、神の御言葉を手に取るように導かれました。そしてそこで、神が私に投げかけてくださった聖書の御言葉が、心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。という御言葉でした。この時、一瞬で目が覚めました。今までの 自分が交渉であるという偽りのイメージが崩れ去ってそこに残っていたのは本当に罪深い心の貧しい自分だったのですしかしそこから神の救いの招きに今すぐに応じたいという希望と願望が沸き起こりこの経験の後 やっと立ち上がって前向きに前進することができるようになったのですもしサタンが私たちの罪を責め私たちを彼の餌食であると主張して大声で訴えてもキリストの血はより大きな力を持って嘆願するのである人は 私について言う「正義と力とは主にのみある」とイスラエルの子孫は皆主によって勝ち誇ることができる今までどんなに聖書を学んできたとしても私たちはたびたび立ち止まって自分本位な願望による聖書理解によって 確立されている間違ったイメージを捨て去る必要があります。そのような時、今までのイメージの中の高尚な自分と罪深い本当の自分とのギャップで悲しさと情けなさで絶望しそうになるかもしれません。そんな時はぜひキリストの御言葉をもう一度手に取って読んでください。 聖霊の御声に耳を傾けてください。そして、神の愛に触れてください。苦しい時に手に取った聖書の御言葉が、私たちを立ち上がらせてくれるでしょう。なぜなら、御言葉はいつも真実であり、私たちの心の重荷を軽くしてくださるために、 神がこの世に与えてくださったものだからです。この聖書の御言葉に出会えたことが、私たちの人生最大の神からの祝福であったことを信じて、そのことを心から神に感謝しつつ、再び立ち上がって、残りの人生を歩み続けたいと思います。 それでは一言お祈りさせていただきます。愛する天皇お父様、心の貧しいものは幸いである。天国は彼らのものである。という御言葉をもって、また今も変わらぬ愛をもって、招き寄せてくださることを心から 感謝いたします。私は本当に心の貧しいものです。しかし、こんな私を主は哀れみ、またお見捨てになられないで、救いに至る道を、聖書の御言葉を通してお与えくださったことを心から感謝いたします。日々の生活の中で、自我との戦いにおいて、まだ 完全な勝利という状態ではありませんがあなた様の未約束によって勝利の経験を日々積み重ねるうちに品性が高潔な状態へと作り変えられる清めの経験に預かることができますようにお助けくださいこのような私をお見捨てになられなかったことを心から感謝し 救い主、イエス・キリストのお名前を通して、見舞いにお捧げいたします。アーメン。